能登島へ、あなたは今日34代目の来庁者です。茶来庁茶来庁茶です。多分ね、これ橋のどっかにセンサーがある、うんうん、移動しようかって言って何あげたら何それどういうことそれ。20センチいや、もうちょっとある。20センチだな。22マコマコだね。完全に飲み込まれた。やっぱ釣れるんだ。どういうこと。いるもんがいる。ほんで上げてきたら、あ、ちょっともたいなと思いながら上げて、なんか釣っとる人がおる。へへへへへ。でもさ、何も釣った感じはせんぞよし、写真飲み込んどるよ。撮れないのかな。もう切っちゃった、俺もだって。なんか終わった同じくらい、うん、一緒やね、ほんとに21ぐらい。1か2。このままじゃ写真撮れるの。うん、グッと押して撮れるの。これは止まる、いいよ、止まっちゃって。だって、あ、撮れるよ、撮れるけど、あ、うん、撮れる撮れる撮れるけど、うん、うん、気持ち悪い。どういうこと。ちょっとものすごいよ、見えてる、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、これ見て見て、これこれ、タモいる？すげえ。井戸が完全にいるんだったんでさ、あれと思って、最初俺が自分であげようかなと思ったんやけど、すげえ、自分の先あげてみたら、でけえうふぅ怒ってる。あ、石がれだ、これ。あ、本当だ。これ30近あるに、うん、めちゃくちゃでっかないな。30近あるよ、でも。ちょっと。やりましたね。こんなのに一家だもん、びっくりだね。ただいま、船が3艘出てきました。1艘目はすごくゆっくり遠回りしていってくれました。2艘目はギリギリまあまあ走ってきました。で、3艘目はどうでした。竿3本引っ掛けて行っちゃいましたほんでお兄ちゃんの仕掛けは行っちゃったし、私の竿ごと1本行っちゃいました。がっかりです悔しいです。決まったね。ねえ、走っていきゃね。なんか、おお、乗っと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 、あ、いいよ、合わせて。いやいや、うわ、めっちゃ重たそう。うわー、車高バーやぞ、これは。タモがいるか。うわー、ちっちゃい船が来た。俺のやつ危ないな。うわー、上がってきた、上がってきた。あかん、こっちそのまま上げて。あ、そっち来るか。あかん、俺のちょっと巻くわ。ハイナメ刺さった、後ろ。ハイナメ釣れました。25くらいある。うん。今年ね、ハイナメ年なんだって。ほんと。日本海は知らんよ。太平洋がすごい釣れてるらしいもん。イダコがアイナメで、ダーボーが、刺さっちゃったよ、どっかに。あのおばちゃん、すごいびっくりして見とった。中に。ちょっとでっかい、これ危ないよ、これ。わ、危なかったね、ほんとに。30どんだけある、ちょっと。スケール持ってこうか。スケール持ってきて、持ってきて。はい、のばちゃん。
なんか釣れたみたいです。何かおじいちゃんみたいにした顔して、何かが釣れたみたいです。あ、なんか来た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 、なんだこれは、なんだこれは、ズームイン、どれがズームインかわからんかしら。あげます。はい、よいしょっと、釣れました、カレーです。お、まあまあ、ちょっと大きいよ、さっきより。うん、位置を変えればおるんだね。え、位置を変えて釣りましょう。はいはい、知らん前に太陽出とったけど、こんな風です。すっごい霧、全然わかんねえ。根がかりした？見えません、これ以上。ぐるー、なんで髪の毛こんなべったんこれなの。人のこと言えかった？こっち濡れてないな。これね、霧がね、うん、髪の毛についてる。どうしてこんな黒だよ。ヒューンって出てきて食べたな。へへへ。あ、当たっとる。嘘。あ、魚来た。あ、あまりにもでかいもんでどっか行っちゃった。魚ちっちゃいもん。でも、もう一回行く。粘り粘り。ていうか、当たっとったの？ちっちゃい当たりで。乗ってないかもしれん。下まで落ちていっちゃった。2匹も見とったけどね、近寄ってきたけど逃げてったよ。新しいです。ああ、めっちゃ曲がっとるやん、竿。本当だ。うわ、あいなめ。よいしょ、よいしょ、やったー、俺が釣ったー。はい、同じぐらいだね、うん、ちょっと大きいわ、俺のより。ホヤだと思います。朝食です。誰かこけてます。火ついたのこれ。うん、ついてる。どこ焦げたとこ。マクロクロスケです。もっと温めた、美味しい。あ、背が5メートル。温まってさ、うん、うん、溶けて。あ、かかかか、表面だけ熱い。変な朝食。一人下の方。俺のもだ。よし、シャワーのようになっております。ミストか。お、釣り客が増えてきましたね。あの二人は何釣りでしょう。そしてあちらにも一人、団子なのか、巻きなのか。あ、船来た、船来た。あかん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 。暴れてる。こいつが触ったのよ、めっちゃ暴れでした。あ、取れた、これ針取れ取る。よかったじゃん。俺なんか2つなんだろう、これ。あ、ほっか、色が違う。おる場所によって色が違うんだね。うん、もう一本さ、緩んどるねってすごい。嘘、 24.5、 一緒やん、さっきと。あ、これアイナメと一緒同じ大きさだ。出ました。この風景撮った。うん、
今霧がやっと晴れたもんで、と霧が晴れてやっと風周りが見えるようになってきました。どこ、ほらどこ、寝掛かりしとるし、まだ向こうのはまだその辺やっぱ寝掛かりしてるな。うん、取れるよ、うん、餌そのまんまよ、うん、餌そのまんま、そのまんま、スーパーガード、なんでやねんどこまで行くねん。何がどういうふうにして、俺と一緒や、これでやっとよう見える。あの二人は投げ釣りです。あの人は違うんや、あれ何、団子釣り。こんなとこでカレイがバンバン釣れます。ここはどこでしょう。名前が分かりません、地名の。そして海の中はどんな感じかっていうと、見えますかね、ゴミがよく見えますけど、めっちゃ綺麗ですよ。あ、あそこになんか魚がいっぱい入ってますよ。そう、泳いだろ泳いだろ。なんかいっぱい平らのやつがいますね。なんでしょう、あ、ほっか、めっちゃ綺麗この海中。ひゅーあー、そっからすぐ深くなってます。ここの身を筋がポイントです。魚がね、こんだけ綺麗で過ぎて見えないんですよね。ギスが釣れました。袋に入れました。どんなんじゃ、よいしょ、いいよ。あの人も食べてくれんの野草の今日の一番じゃない、そんなことないやん 24.5 一緒やん24.5 一緒です。もうあんたの今日はこれしかないんだよ。これがさ、あ、かわいい目しとる。はい、湖面に雲がかかったようです。すごいな。それの延長がこうこっちへ来てこんな感じですかね。船が帰ってきました。なんか海藻を取ってるようです。投げた、帰ってきました。海藻が取れてます。何釣ったの、よいしょ、ちっちゃい。いや本当に釣ってやんの、
逆光。お兄ちゃんやっぱりすると俺も釣れるんだね。はい、めっちゃ曲がっとるけど。よいしょ。自分でさ、スケールの方が距離よ。でもさ、サイズがどんどんダウンしていく。何センチ？22.5。写真撮ってないんだけど、まだ。変なやつ。違うやん。ハリガメちっこい。ちっちゃい。ハリガメでした。さ、俺が釣ってないのにまた次を釣るつもりでおりますこの人。あ、ハリガメ釣ったか俺今。ちょっと大きいよ、うん、何そんなの。熱い中熱い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 。おめでとうございます。ありがとうございます。何匹目ですか？8匹目です。血だらけになっております。これ赤を影だ。これちょっと何これ。何これ。でも切れとるわ。27だ。ゆるめんとこっちまで来んかもしれん。お、今日の釣果はなんだらこい。てんてん。重たそうですね、なんか。うん、ちょっと手伝って。うわお、重たそうですね、なんか。大したことない。ん？全然大したことない。全然大したことない。何ですかこれ。逃げてく。これが、アイナミが、これが、ぺちゃん。血だらけになってまだ動いてるよ。でかい。それがやると嫌がるのかな。ねえ、あ、それが一番でかいのか。ひっくり返ってくれへん。はい、こんな感じです。オセロになったろ、本当に。ひっくり返して、ぶっくり返しても。時間でーす。大量どうもおめでとうございます。お疲れ様でした。大量でしたねー。はい、違うな、なんだろう。やったことないでわからんな。はい、まずはなんでやねん。のとじまドライブインです。浜焼き、かき焼き、いろいろありますね。
ガラスが吹かしてくれるなら、吹かしてくれるならいいよね、あれね、うん、山鳥交流市場はさっきあれと違うもんね。あれはな、植栽市場やった、うん、春、もずく、わらび、ゼンマイ、タケノコ、イサザ、イサザ、中島、あ、軍艦島やん。違う こんなとこじゃないの。な、何、のと橋、あ、白山スーパーリンドじゃないわ、山見えとるやん、あっち側に回らないかな、だから多分あの町の方行った方が見れるんだよ、うん、上がってきた、上がってきた、上がってきた、去年来た時は、はい、ちょっと見てあれ、去年来た時は夏だったもんね、市場、これか、これ焼いて食うってことか、ズワイガニの足1800円、季節限定ハマ汁か、ハマ汁、イシル風味、ジワモモ尽くしだし、浜焼きが1650円、牡蠣が1000円です。一気に焼きます。どう？多分ね、アサリが早く食わんと思う、僕が焦げちゃうから、なんで空手やねん、こう、俺がハンモック行っちゃったもんで怒っとる、あ、出て誰の顔、パンと外れたやな、あの人すごいかかっとるへん、もしかして背中どうでしたか、美味しかった、腹いっぱい、熱い、食いました、俺だけどちらけになった、何があれこれ、マコ、ケース1g300円、ちょっとわからんな、全然わからん、まあでもこれ 100g、 100g くらいいく、本当、うん、アイの 20cm で 100g ないから、うん、立山連峰です、綺麗ですね。